6月23日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて21円と70銭高 26,171 円25銭でした。日経平均株価としては反発しました。ただトピックスはマイナスでありまして 0.91 ポイント安の 1851.74 でした。まあ、日経平均にしろトピックスにしろ騰落幅、昨日の終値と比べるとほとんど動いていませんので、まあ、小幅まちまちといったところです。プライム市場全体の 59% に当たる1100銘柄が上昇、下落は全体の 36%、 668銘柄でした。マザーズ指数は 5.73 ポイント高 0.9% の上昇となりました。東京市場全体的に方向感に乏しい小幅まちまちといった終値でありました。日経225の冷やしチャートです。まあ、概ね昨日下げたところのレンジ内での動きであります。まあ、日経平均株価としては値傘株の一角がやや強かったということで、日経平均としてはプラスですけども、トピックスとしてはマイナスということでした。昨日のアメリカ市場、注目されていたパウエル FRB 議長の上院での議会証言でありますが、まあ、概ね想定の範囲内の発言だったということで、アメリカは昨日小幅安で引けています。まあ、東京時間も買い材料売り材料ともに材料手がかり材料が乏しい中で、なかなか上にも下にも行けないという気迷い相場となりました。こうした中で、なんといってでも日本ですね、日本でもいよいよインフレの足音が聞こえ始めているのか、食品各社が値上げを相次いで発表しています。2229カルビーになります。ポテトチップスを、値上げするということであります。まあ、ポテトチップの値上げという報道がポジティブに効いたのか、窓を開けて上の方に株価が飛びまして142円高 5.6% の上昇でした。まあ、こうした商品の値上げがカルビーの財務体質、収益基盤の強化につながると、そうしたことを国内の証券会社も評価していまして、レポートで投資判断を引き上げるといった話も聞こえてきています。値上げ、商品の値上げと、それを証券レポート、証券会社、証券業界が高く評価していると、そうしたところも相まって今日は窓を開けて上の方向に株価離れています。一方で今日は弱かったのは8035東京エレクトロンですね。東京エレクトロンは先週あたりで10日続落というのがあって、反発してなんとか下げ止まれるかという攻防なんですが、昨日大きめの陰線を引いて売られた後、今日はなんとかギリギリ下げ止まっていると、ただ予断を許さない、ここでの揉み合いの節目というのを下に抜けてしまうとかなり厳しい状況でありますが、今日はなんとか踏みとどまっています。東京エレクトロンは40円高で引けました。今日の東京市場、手がかり材料、日本固有の手がかり材料に乏しい中で、各指数とも小幅まちまちで引けています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。